fx.com ャート com 管理人です。本日はチャートパターンの中でも反転を予測するフォーリングウェッジについてやっていきます。なお、このビデオにつきましてはあくまでも教育を目的としております。投資の最終的な判断につきましてはご利用者様ご自身でお願いいただけますようよろしくお願いします。まず、フォーリングウェッジがどういったものか。これは一つのリバーサルのパターンです。仮に相場が上げていたとして、ここのゾーンでこのように値段がどんどん収縮をしていっている場合、収縮をしながらも ハハイハイーをつけててているるととローの方は切り上がってきているとただし上げと下げの幅の間隔がどん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 小さくなってきている場合このチャートは反転の可能性を示していますこのフォーリングウェッジの形状をブレイクした場合ターゲットなんですけれどもここのハイからここのローこのフォーリングウェッジの三角の形状この一番垂直の線を引いて高いところから低いところまで取れる値これをそのまんまここに持ってきた数字この辺がビジュアルのターゲットということになってきます では実際このパターンを使ってドル円のチャートを見てみましょう出してきたのはドル円のウィークリーチャートで本日現在1月30日ローソクの方はこちらに来ていますこれを見ていくとですねもちろんドル円の方は今完全な下げ相場に入っているんですけれどもこの2008年中盤から始まっている相場これがフォーリングウェッジを形成しているのが見て取れると思いますここの相場ですねで仮にフォーリングウェッジのパターンが この場合も当てはまるとするとこのフォーリングウィッチの形状のバンドの中の一番太いところですからこの場合であれば89.31から107.63この幅が同じ幅だけ反転をして戻ってくるということになりますで今見えているビジュアルのターゲットが大体95円から96.25の間になってきますでもしここで本当に反転するということになるのであればチャートの動きとしてはここをこう抜けて 上ががってていいくくわけけけですすれどもそのの時ににこここを抜けていくことが条件になりますつまり80円のゾーンを超えてくると一旦相場の方がここまでの相場に対しての戻しを入れるといった風に考えることができますドル円の基本的な相場の流れというのはもう完全にこれは下げ相場ドルを売って円を買うという流れになってますからあくまでも一時的な戻しという風に考えてトレードをすることができますそのの場合の戻しの タイムムフレームというのはこのゾーンであるというふうに考えてフィボナッチを引いていますリトレスメントツールここのボトムからここのハイまで大きな流れの中で戻しを予測しますそうすると94.033のあたりに61.8の戻しが来ていることがわかりますさらに少し長いタイムフレームを見てみるとこのあたりのゾーンここにチャートが反応しているポイントが固まっていることがわかりますつまりこのあたりに SR のゾーン ととというのがあるる考えることもできますするとトレードの戦略としてはこの辺りにできてきている SR ゾーン及びフィボナッチの61.8から50%のゾーンと今回のフォーリングウェッジの戻しのポイントこのグリーンで囲んだゾーン辺りというのを一つのビジュアルのターゲットとして考えることができるのではないだろうかということができますですから実際にそういった風にチャートが動いていくのであれば今回のこのフォーリングウェッジのチャートをブレイクをして80円のサイコロジカルがいますからここで一度 小さな戻しをつけてでまた85円の近辺ここにもまたサイコロジカルおよび SR のゾーンが見えますからこれをテストしてまた90円のサイコロジカルこれをテストしながら95円の方に行くとでその後はまあこの風にどんと下がっていくのかそれともこれ100円を抜けてまた上の方に行くのかこれも誰にもわかりませんけれども一つのプライスアクションとしてフォーリングウェッジのポイントを抜けて上に上がっていくのであれば短期的なリバーサルこれを うまく活用してロングの戦略でトレードに活かすといったことを描く方法も考えられます。またこれ以外のテクニカル分析の方法につきましては私のブログ f x 為替チャートドット c o m こちらの方で詳しく載せております。またこちらの方もご覧になってください。